悲しくて悲しくてとてもやりきれないという感じで始まっていきます。サカツクパート137かな。なんだかんだでもあれですね、200いかねえんじゃないかな、これ150ぐらいで終わんじゃないの。終わんねえか、終わんねえなディビジョン2だ、まだ終わんねえわ、まだ全然終わんねえわ、無理だわ終わる気がしねえわ。さあ、イズマイルフが天狗になっております。じゃあ高木さんでも使おうかな、試しに。そうね、使ってみようかな。悲しくて悲しくてとてもやる、へへへへへへ、シャコの野郎。あらリベロン、あらなんかやけに点の取り合ってるな、やけに点の取り合い、頑張れ頑張れ。オーケーロナウド、オーケーリベロン、オーケーロナウド、ハットトリック、ハットトリックってなかなか出ないけどさ、よくよく考えたら公約でさ、ダブルハットトリック達成じゃないとクビっていうのあったじゃない。マジでクビ切るつもりできてるよね、とんでもねえよ、とんでもねえよ、オーナー、マジで。にこやかな顔して、ポゼッション戦術の理解力、なんかわかんないけど理解力を示してます。どうしようかね。なんだ、何の音だ。チーム内に不満を抱えた集団、あらら集団が出てきた。なんだろうな、なんだろう、お金、金をのせい。はい、センタリング練習、なんか覚えたろ、シューティングスター、オッケー、はい、シューティングスター、よしよし、順調にシューティングスター、はいはい、キックターゲットね、はいはい、今日ですよ、いいよいいよ、どんどんやっていきなさい、イズマイロフ、はい、はいはいはい、ワイドストライカー、はいはい、ワイドストライカーね、どんどん覚えていこう、そういうのをどんどん覚えていこう。さあ、不満を抱えた集団とは一体誰のことなのか、クバチかな、まだクバチは金のこと聞いてるのかな。もういいよ、悲しくて、あ、面談切れてる、まいったね。さあ、まだまだ4月ですから、ワールドプレミアリーグのディビジョン2もまだちょっと始まってない感じですな。始まってますね始まってました、始まってました。さあ、どうしようかな。レベラーにコントロールシュート7になりそうだな。やってみようかな。やってみよう。イェーイ、ラン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 どうしようかな。イクリアさん、フォアチャージ何にしたいの。そんなことより川口さん、高速飛び出しするか。高速飛び出し7ってどんな感じになるんだろうね。もうそろそろもう覚える気がないですよ、もうプレイスタイル表は。とてもじゃないけど覚えれる気がしない。パサーね、パサーのね、君はね、パサーからどうしたの君は。パサーって一番下か。どうしようかな。プレイメーカーにするのか、プレイメーカーにすればいいのか。とりあえずプレイメーカーにしないと話が進まないのかな。そんな感じですね。そうすると何が必要だ。ベルベットパスにフィード1か。フィード1必要だな。フィードですわ。フィード鍛えて、オッケー、順調順調、今日も元気、ゆるふわ樹海ガールは今日も笑って元気、シャーマンキング前科みたいな。レッツくたばれレッツって誰かツイートしてたな。そういや誰だっけ、上石だっけ、ああいう議員は全員死刑でいいんだけどね割と過激派なこと言うけど、でも俺は思うんだよね。国民の金もらって国の運営してんだから、ああいう発言するやつ全員試験にしちゃうよ、みんな。そうそうそう、そんな過激な発言も飛び出しつつ。レッツに勝てるかな？勝てそうだな。OK です。もう J リーグ負けなしと。
なんだかんだ去年も負けてないから、もう何、40連勝ぐらいしてんのかな。すごいな。J リーグ史上、記録に残るチームだろうな。っていうか、16年やってるんですね。16年目か、15年やってるのか。大変だ。そろそろ我々も、しっかりしないとな。お、なんかいいのいっぱい来てるな。パンツをかぶった男。あの青年やるよりは、わしが高層マンション40階で今にもゲッチ戦としてたセレブのパンティを見事なインターセプトでかっさらい、セレブに返してしまうとはな。わしとしたことが実に深く。これは流派の掟に従い、あれをするしか。勇者。な、クソなんだこいつは。俺様の勇者の剣を頭突きでへし折ったらと。待て、俺様が人様の民から駆け詰めた戦利品を返す。だから決断決断。やめてー。こっちで行ってみるか。なんとなくこっちで行ってみよう。パンティーハンティングってもう意味わかんないけどね。パンティーのパンティング。名詞プラス現在進行形。よくわかんねえな。パンティーパンティング。パンティーハンティング。パンティーハンティングかな。もうよくわかってないんだ。俺全然よくわかってないんだ。さあ、FC ブレーメン。強いのかな。まあ強いんだろうな。やだねったら、やだね。どうしようかな。とりあえず、クバチでいくか。対戦クラブ情報。強かねえか。強かねえね。うん、強かねえ。今後民主共和国から来てる人いるんですよね。まあ、強かねえな。勝てる勝てる。もうディビジョン2ぐらいなら多分勝てるんだよ。正直。多分ね。多分だよ。勝てるよ。でも、パラメータの差すごいからな。おうし。勝てるな。ディビジョン2を。だから今年中にディビジョン1に行かなきゃ。てか、むしろディビジョン3が一番厳しい戦いだった気がする。なんかディビジョン2なんか不思議と負ける気がしない。ディビジョン1に行けないの早く。とりあえずディビジョン1にさえ行けすれば、もうラストは見えるからな。そこを優勝すればもうクリアなんでしょ ?200 パートも行っちゃダメですよ、こんな。こんな200パートも行ってるはずはないよ。もうせめて160ぐらいで終わりたい。長かったな。なんだかんだ、ほぼ毎日上げてましたからね。1年の半分これやってましたよ。まだ終わりも見えてないのに、もう終わる程度ですからね。全然終わり見えないな。リベラー。リベラー。ほら、ひらつかローマは。いけ、リベラーに、クラッシャノーラード。映え。ああ、ひらつかローマが、レッドカード。ただ、うちの強いところは、ひらつかがいなくても、ちゃんといろんな人がいるからな。そこが強い。鈴木啓太もいるし、中田もいるし。そこが強いよね、うちはね。最強だよ。最強軍団だよ。マジうちら最強。マジうちら最強。絶叫。絶叫だよ。なんで絶対許さない。次は。ハンブルク。ハンバーグ。まあ、強くはないですね。ダルフィー。すごいな。ダルフィーじゃないんだ。うん、まあまあ、でも。まあでもやっぱ素質の面で言うと、やっぱうちも、うちが一番強いのかな。うちかなり強いのね。すごい、ドイツ人とかの名前ってもよくわかんないな。うち強いっすね、やっぱりね。そこそこな強さ。クバチを出すか。クバチやっぱすごいな。ディフェンスのクバチ。オフェンスの平塚みたいな。そんな感じですかね。ミクリアさんもディフェンスすごくなってきたな。25歳。イケメン。イケモトさんが一番ダメなんだ。大阪さんもすごいけどね。うん。中取りが意外と伸びてないのか、そう考えると。ゴー。まあ伸びてないっつっても結構強いんだろうけど。OK。OK。OK。
ボコボコですわ。ボコボコだ。オッケー。もうオフェンス3人が。もうちょっとオフェンス3人が手つけられない。オフェンサーの3人がちょっと手つけられなさげ、なさげ。オフェンサーのなさげ。なさげ。ダメだ、今日何も言えねえ。何も言えねえ、今日何も言えねえ。はい、次の試合ね。大丈夫よ。まだまだ選手はいるからね。第2、第3の平塚がいっぱいいますからね。サンフレッチェ。まあ、もう負けんよね。クバチ、使いたいな。でも誰を下げるわけにもいかんの。すごいな。オフェンスとフィジカル、これ、完走してんじゃないこれ。カンストって見ないよね。すごいな。あ、でもリベラーニの戦術理解も、やっぱカンストしてんだな。すごいな。そう考えるとすごいっすね。そう考えるとすごい。そう考えなくてもすごいな。そう考えてもみんなすごいんだよな。みんなすごいよな。負けねえんじゃねえかと思ってる、本当に。OK。微妙に点が取られたりするのはちょっと気になるけども、はい、 OK です。 OK。 どん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 勝ち続けてるな。レベル2。さあ4月もありました。そろそろ5月、そして6月と、あと3ヶ月で中シーズンに入るわけだ。月間ベストイレブン、こんな占領してるうち。すげえ、オフェンス オフェンス2人。リベラーニ、ロナウド、そして中にイズマイル吹いて、ディフェンダー4人、そしてキーパーもうち1人。すごいな。得点ランキング、リベラーニ1位。あ、リベラーニが1位なんだね。12位よ。うん。アシストは？ミクリア6アシスト。すごいな、ミクリア。オッケーオッケー、はいはい、オッケーですよ。もう日本の大会には興味がありません。地底人、異世界人、未来人いたら私のところに金彩。以上、面談。イズマイルだけか。あ、でも不満を抱えた集団がいなくなったな。ついにあのコーチ嘘つき出したな。天狗に乗んなよ。天狗に乗るな。天狗に乗るな、お前は。天狗に乗るんじゃない。牛赤丸か。プロモーション。全然人来ないんだね、これね。残念。やっぱもう外国の人に頼るしかないな。あれ？あ、外国船が一つもないな。ちょっとお金稼がなきゃ。お金稼ぎをしなきゃな。警備員増員。選手1日店長。来たよ、店長。出番だよ。店長出番だよ。はいよー。岩下店長の出番です。さあ、5月に入りましたよ。ジュビロ岩田。ジュビロから来たか。ジュビロ岩田。てか俺サッカーの試合一回も見に行ったことないな。そろそろ見に行ってみようかな。7月入ったし、秋ぐらいに見に行こうかな。 J1 の試合なんか適当に近くで会ってるやつ。大宮かな、浦和かな、どっちかだな。逆に柏まで行ってみるってのもあるよね。なぜ柏まで行くのかっていうのがあるけど、柏まで行ってみるっていう手もねちょっとあるんですよ。柏近くないけどね。行けない距離じゃない。いや、山梨とかに行けない距離じゃない。旅動画をやっていたせいか、行動範囲が異常に広いっていうね。全然広いよね。電車好きだしょ。OK、OK。6対0。電車好きだからね、やっぱり。移動がすごい好きなんですよね、電車好きだから。みんなは電車好きだからね。俺は電車好きなんだけどね。なんだ、田舎者だからかな。
田舎もんだからか分かんないけど、電車に乗るとウキウキしますね、いまだに。乗れる乗れるっていう。多分好きなんだろうね、電車が。やっぱり。詳しくはないけど。あ、天狗が落ち着きを取り戻した。はいはいはい。はい、井出春樹覚醒、岩本壮介覚醒。とりあえずこのパートで6月まで行きたいけど、いけるかな、いけねえかな。思い切って40分ぐらいの動画出してるのに思い切って思い切ってもうパート数を減らすために40分ぐらいの動画を作っちゃうっていう手もね、全然あるよ。それでもいいんだよ、いささかそういうのはあれですよ。我々もやぶさかではないですよ、やぶさかではない、全然やぶさかではない。行こうと思えば行きたいぐらいですよ。 OK、 よしよし、 OKOK、 全然許されるならば40分でも50分でも動画を出したい気分だ。ただそれが非常に面倒くさくもあるっていう内心もある。やっぱ40分50分の動画ってやっぱね、あれなんですよ、エンコードが長いんですよ。その間パソコンが満足に動かないのはきついんですよね。倍毎回でかいな。はいはいはい、日本語上手だなみんな。もちろん長崎弁で出たらいいのにね、佐世保弁とか出たらいいのに、全然出ないんだもん。さあ次だ、 AC ボルト。もう強くない、これ不思議な布陣だな。サイドガラキだけどいいのかな、サイドガラキだけどこういうシフトもあるんだね。ジャコすごいね、こういう布陣もあるわけですか。なんかやっぱ世界っていうのは広いね、やっぱり世界は広い。中田をこっちで使ってもいいね。でも佐々木すごいんだよな。クバチ行くか、これで。やっぱなんだかんだクバチがいるっていうのはでかいね。 OK、 あら OKOK、 クバチさすが。 OK、もう勝ったべ。いやなんか2は負けねえな、ディビジョン3が厳しかったな、ビビりすぎてたら、ディビジョン3に。多分本当は強くないんだろうな。あ、買ってきたモモ水がなくなってた。ディビジョン2は大したことなかったんだろうな。もう絶対上がる、絶対ではないか、上がる確率が高いもんな、活躍してるかどうか。まあロナウドは活躍してるけどね、どうだろう、いけるかな。やっぱロナウドダメなんだな。ロナウドのサインカードなんてね、販売したら結構売れるもんだけどね、売れねえんだ、やだね。まあレギュラーメンバーは相変わらずこんな感じでいきますか。ゴー。うん。うん。大丈夫だな。あ、鼻かんでたら終わってた。4点も決めてた。早いな。はい。はいはい。大阪をアウトしとるやん大阪アウトしとるやん、半端ないって。大阪、大阪を普通出れへんやん。 SBCC 昔 SADA になった時は奇跡だと思ったな。なんすか、お、見つけられる気がしません。頑張れ、それがお前の仕事だ、頑張れ。さあ連戦も連戦で選手の疲労も溜まっておりますが、仕方ない、そういうチームなんだもの、休ませない、それがうちのチーム方針。ヴェルディ休まない割にはみんな調子いいっていうのはね、いいよね。どうしようかな、平塚今何歳だっけ、20か。平塚まだ20歳なんだ、すごいね、時空が歪んどるわ。
ケー。オッケー。リベラに貼っとるからぞ、これ。ああ、いけるか。無理か。ああ、佐々木さんが結構点決めてくれるな。佐々木さんが、やっぱり左サイドにいるのが結構でかいな。本物の佐々木さんを知らないからどんな選手なのか分かんないけど、きっとすごい選手なんだろう。毎試合ハットトリックするような、そんな選手なんだろう。いつか会ってみたいね。これの完結記念の時にやっぱサッカー選手とちょっと話してみるみたいなやつやったら面白いかな。現役 J リーガーと話してみた。誰かが打て合ってくれるだろうか、俺に。打て合ってくれなそうだな。はい、ノリノリ。ああ、よかったよかった。結局店長に任せたけど間違いない。結局店長が一番なんだから。はい、グランパス。負けない負けない。まあ負けない。よし、 OK OK。 あら、危ない。危なかったね。ギリギリですわ。なんだかんだこれだけ見るとすごい接戦なんだけどね。向こうはどう思ってるんだろうね。これは完全に負けたなっていう感じなんだろうか、それとも一矢報いた、一矢報いたって感じか。カウンター戦術の理解力、どんどん地上である俺が、どんどん地上である俺がすごくなっていってる。こいつはすごいぜ。高木さんから水本、傾斜はうまくいかなかった。頑張れ高木さん、今年で引退だぞ。高木さんと青木さんが1年刻みで引退か。右と左のサイドを制した2人組が引退か。なんか時代を感じるな。あ、来た。マドリード。マドリード強いんだよな。そんな最中ロナウドが絶不調と。あらららら。まあ、いったね。とりあえずこれでいくしかない。マドリード強いんだよな。意外と強い、マドリード。一緒に J3 からが、J3 じゃない。P3 か。P3 でいい。おし！おーじゃった！P3 から上がってきた2人ですが、意外とな、強いんだよな、マドリード。でもロナウドのおかげですわ。OK。なかなかこの感じでいくと、相当早く P1 に上がれそう。よし、もう5月も終わりますぜ。どうですか、P1 はどんな調子ですか。サガン鳥栖、来た。ダービー対決や。ロナウド一回休ませよ。ってなると左に行けるのは高木さんしかいない。行け高木さん、久々の出場。ゴー。久々に高木さんが、あ、早速1点。さすがだな。さすがだな高木さん、ベテランらしく。おーし、高木さん2点。うわ、すごいね。まだやまだこれ引退するの本当に。高木さん本当に引退するの今年。しなくていいんじゃないかな。全然しなくていいんじゃないこれ。全くしなくて良さそうですけど。どうなんだろうね。するのかな。撤回とかないのかな。撤回とか。引退撤回とか。ないか。あ、見損ねた。はいはい、1780。やっぱり試合数が単純にちょっと増えたから、監督スキルの上がるスピードも多くなったな。あっという間に全部10になっちゃうんじゃないこれ。おお、ホーム戦ばっかり。一回仙台挟むんだ。一回仙台を挟むけど、ホーム戦ばっかり。いいね。これは金の稼ぎ時です。これは金の稼ぎ時。これはもう金の稼ぎ時ですよ。とにかく外国戦で外国人から金を巻き上げるっていう手法で、これはやんなきゃね。これはやんなきゃいけない。これは金の稼ぎ時。仮設トイレ。
外国人向けになんかいろいろやっていこう。やっぱこういうやっぱ外国人に向けたアピールっていうのもね大事です。やっぱりポンチョなんか配っちゃう、ポンチョなんか外国人もあポンチョってやってこう、多分ほぼ外人来ねえな。多分今思ったけど来ねえわこれ、そらそうだわ。多分外人のサッカー見に日本人が来るんだろうなこれな、そういうことだろうな多分な、そんな気がするわ。外人関係ねえわ俺。外人いねえわ、残念ながらそう知ってしまった。悲しいかな、外人はいない、外国人は金持たさない、日本人だけだ。だから外国のサポーターなんだけど、ああ日本に来れない、日本に来ることがあんまりないサッカー選手を見に日本の人が佐賀とか熊本から来るんだろうなという、そういった感じですかね。さあ移籍オファー気はするけども、移籍オファー全部断りたいんだよな。単純にうちに不必要な選手が今いないんだよな。スカウトし、どうしよう、南米。適当に南米、南米だからサッカーうめえだろ。鼻を噛む勢いが強すぎるのか、耳が調子悪いんだよな最近な。本当にそれだけ抑えたい、どうにか。サントス、サントスもまあこの間戦ったか、まあまあまあそれなりに楽しくやっていきましょう。あっと両翼の2人が調子悪いな。そっか、ヒゾコネシやってるもんな、そらそっか。おお、下遊びって、もう関係ないんだね、そういうなんか調子が悪いとか。とりあえずは1点決めてくる。そして川口さんも鬼ぬ抑えるし、すごいね、やっぱりなんだかんだ外人に強いからな川口さん、日本人にちょっと弱いけど。よし、 OK、 OK です、順調ですな、すごいな、めっちゃお金入るわやっぱり。さあもう何連戦が続くのか分かりませんが、まあ続く続く。店長2000万円の店長ね、年収2000万円店長、はい店長いい、 OK、店長に任せりゃ間違いねえからな。はい、どうだ、ガンバか、まあとりあえずこうだな、まあ、とりあえずこの、まあ、調子悪くても出しときゃ勝てるからな。おガンバの色かっこいいな、あれこんな色だったっけガンバ、かっこいいな、変えた。変えたかな、よしよしよし。映えがなんか重いのか活躍してないのはやっぱ連携がまだ薄いのかな。ハイタワーだからな映えもな。オッケーオッケーオッケー。さあひぞっこ練習もそろそろ終わるのかな、覚醒練習、あ来た、これだ、映え選手たち、はい、ターゲットマン。お、いいね。これは成功したってことかな。はいはいはい。これは成功したのかな。あら、なんか、あれこれ何 バグ今の。バグ今の。なんか映えが2人来た気がするんだけど。キックターゲット、コントロールシュート7。OK。うん。はいはい、OK。プレイスタイル、プレイメーカー。うん、OK。ああ鼻水が出るのかな、何なんだろうこれ、調子が悪いな依然として、なんだこれ、急に良くなったりしないかな体調、全部神を作りし者、俺は神を作ってしまったらしい。どうやら俺は神様を作ってしまったらしい、どういうこと、神作っちゃったの俺、神様作っちゃった、本当だ
相手サイドを切り裂く疾風、神の領域に近づく左ウィング、やってると神の領域らしいです。相手守備が恐れる爆撃、神の領域に近づくフォワード、俺は神様を作ってしまったらしいどうやら俺は神様を作ってしまったらしい。神様はどうやら僕を気づいてしまった。神様作っちゃったか。そっか、あんまり神様作ろうって気なかったんだけどね。作っちゃったか。作っちゃったもんはしょうがねえな作っちゃったもんはしょうがねえ。そっか、神様作っちゃったか。神様作っちゃったよ。どうしようか神様作っちゃった。えらいこっちゃやで。パスあげるか。パワーチャージめっちゃ上げてみようかな。 OK、 基礎っこ練習。みんな調子悪くなっちゃったな。参ったね。川口さん音速の飛び出し、なんだ7になるとあれなんだ、レベル7は違うやつなんか。スナイパーショット、あ、桑原さんのやつとかと一緒か。レベル7はなんか名前がつくんだね。へえ。中田いけるな。スイーパー、よし、 OK、 覚醒してくれ。クバチはいけねえか、まだか。高原さんいけないんだっけ。平山、岩下さん行ってみるか。ストッパー行けたらラッキーぐらいでいいか。よし、オッケー。じゃあ今回はこの辺で終わりますか。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。